の方を出して。ご注意ください。風景区に来ましたけどね、ここからね、高圧の方は向かっていったらいいはずないけど、どっちに来るのかな、次の電車。あ、そっか、車掌室かね。先頭の車両に車掌室が作れやんかな、そこにある、中間のところにあるんですね。で、多分向こう側に回り込んどいたらいいのかな。乗り口書いてあるから、講和行きは次が今12時35分ぐらいかな、12時40分に、1って書いてあるから、これ1番線ってことか。そうですね、乗り場が1番線やから、向こうやね。よし、5分ぐらい来るらしいから、もうこのまんま、ストンと行きましょうか。よし。そのまま出ちゃいそうな距離ですけどね、ちゃんと行きますからね。吹き駅はこんな感じなんだ。シンプルな駅ですね。食事用のところとかちょろちょろった感じなのかな。まあ5分くらいってことなんで、もうそのまま行きましょう。こっちはこっちで免状って思うんや。免状院ってやってますね。一宮は同じ字で免寿って言いますよね。あれも難読地名で有名ですけど、こっちに来ると今度は免状なんや。安城みたいな感じですね。で、一番線ね、こっちで次に来るのが、こうやる。こっちはね、38分、36分ぐらいなんで、もうちょっと待っとったら40分の、これは、急行か。急行で来るらしいですね。あんま急行そんな変わらんはずだけどね、高和の方は。まあ、2駅で、全部ね、電気停車ですからね。あんま関係ないですね。高圧口、高圧。こんな感じなんや。高圧は全部、あ、でも2番からってやるのもちょっと汗になるんですね。普通に方面は朝だけやっぱし、昼間の時間帯は普通にこっち側で待っとけば大丈夫そうですね。蒸気の列車は6両編成ですか。前より12両はドアを開きません。後ろよりの45両くらい。そんなのあり。特別車開かねえんだ。
なんで、なんでそんな運用になるんでしょうね。6時56分。あ、要は特別車両を普通列車で運用するもんで、それであれか、締め切りにしちゃうのか、特別車両を。独特な運用ですからね、まあ名鉄ですからね。へえ、島城プレイパークなんてあるどこにあるの、犬山か。へえ、犬山の方で瀬戸内っていうと、まるで瀬戸市のような感じですよ。これはあっちのあれですよね、瀬戸内海の瀬戸です、瀬戸内ですよね。あ、さあ、なんて言うとったら急行列車が1番線に急行、すごい独特な音ですね、こうなる踏切の音が。加藤さんよりも見てるんですか？